それでは、杉山選手の試合後インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です。試合後の率直な感想をお聞かせください。そうですねもうなんか全部積み重ねてきたものが全部持ってかれた感じで、なんか悔しいを通り越してますね。はい、はい、対戦を終えて相手の印象というのは違いましたか？印象は全く、まあ、その展開に持っていくまでの展開もなかったんで何とも言えないんですけど、はい。初めてのライジンのリングはどんな印象でしたか？すごい演出とかすごくて、盛り上がってすごい高ぶりましたね、はい、すごい。これここまで楽しかったです、はい。試合を終えたばかりですが今後の展望を教えてください。これっていうのはまあないんですけど、そうですね、また、見せれてない部分をもう一回ライジンで見せれたらいいと思ってますけど、まあ、とりあえず目の前にある、チャンスをまた、チャンスに向かって過ごしていきたいなと思ってます、はい。